舞浜大橋とは、一級河川級江戸川の下流に、かかる、首都高速湾岸線と東京湾岸道路の橋。東京と江戸川区と千葉県浦安市の間にかかる橋で、中央に1978年開通の、首都高速湾岸線、その上流側に1984年開通の、東京湾岸道路東行き、下流側に1990年4月18日開通の、 湾岸道路西行きの橋が並行する。湾岸道路の橋には歩道も併設されている。西行きの橋は旧江戸川の道路橋としては最も川口側に位置し、さらにその海側に JR 京葉線のトラス橋がかかる。舞浜は浦安市の地名で大型レジャー施設東京ディズニーリゾートがある。その影響によりしばしば渋滞するため、オリエンタルランド社の負担により、 ディズニーリゾート地区から首都高速湾岸線東京方面に直結する舞浜入り口が2001年に新設された。一般国道357号東京湾岸道路事業再評価。関東地方整備局事業評価監視委員会。2019年10月20日閲覧。舞浜大橋18日から共用開始東京方向専用連絡橋が完成。毎日新聞。 http://www.jcpress.co.jp:/wp01/.p=27,654? <ッ>ありがとうございます。